オシュス、ディードリッテンオシュス、ディードリッテンは、スイス連邦、ベルナー・オーバーラント・ウンター・ランゲネック出身の民族音楽グループ。ハンス・エリオシュとその妻アヌ・ヌマリー、彼らのこのメロニー、ケビン、マイク、そしてアコーディオン奏者のウルス・マイヤーの6人からなる。民族音楽家としての家族の歴史は、ハンス・オシュによるオシュトリオから始まった。ハンスの息子・ハンス・エリはそれを受け継ぎ、 ハンスから数えて3世代目にあたる3人の子供と一緒に活動していることから、オッシュ、エスダイドリッテンと名付けた。1990年代、両親と子供たちによる活動を開始。1990年代の終わりにはテレビに初めて出演し、最初の CD を制作した。2001年にはアメリカでも活動を行った。2007年、 ムージー・コンテイン・スタートルにスイス代表として出場して大差で優勝、ドイツ語圏において躍進を果たした。それ以降、様々なテレビの民族音楽の番組やイベントに定期的にゲストとして出演した。また、同年末にはシルベスター・シュタトルにおいても優勝、スターデルクターンも獲得した。 2008年のフォルクスムジークグランプリでは、第ヨダルシュプロカを演奏し3位となった。2007年末、アルバムヨダルズウバーを発売した。これは、スイスの音楽チャート上に数ヶ月間とどまり、プラチナディスクを受賞した。翌年、フレッチ・フリッシュ・ヨドラルシュが短期間で、ゴールドディスク及びプラチナディスクを受賞した。また、フォルクスムジーク・イースト・インターナショナル、ヨーデル・タイム、 ベルセルン・ウント・フリューゲルはゴールドディスクを受賞した。2008年10月、空ク空ークーヨーデルがで SF-1 で放送されたダイ・グラストン、シュバイツァー・ヒッツ2008のハイマートフェアンベイ部門で優勝し、11月30日の5部門の勝者による決勝に進出した。このヨーデルはスイスのシングルチャートにも乗った。作曲はヨーデル歌手のペーター・ヒネン、オシュス。 リードリッテン、ありがとうございます。